正常な直腸大腸内視鏡検査時の直腸における反転操作時の画面。内肛門口と内痔核が観察される直腸は肛門直前の腸の部分である。人では大腸の内仙骨上端から肛門間直上までの部分である。消化管はほとんどの動物では入り口から出口への一方通行であり、 口から取り入れられた食物は途中で消化吸収されて肛門から排出される。その排出される寸前の部分が直腸である。体外への排出のための筋肉が発達している。逆に消化吸収の機能は乏しい。S 状結腸が仙骨前面に達すると直腸になり、その前面を仙骨の湾曲に沿って加工する。 骨盤の下壁に届くと急に後方へとほぼ直角に、屈曲して外界に開く。直腸の長さは、個人差はあるが、およそ20センチメートル前後である。直腸は、他の大腸と同じく、粘膜、筋層、小膜の三層より構成される。大腸では消化作用は、ほとんどなく、水の吸収が主である。上皮は単層円柱上皮で覆われている。また、 肛門の表面は、機械的な刺激に強い重層扁平上皮で覆われている。肛門の真上では、内輪筋が特に発達しており、内肛門活躍筋を構成する。平鍋な筋でできたこの活躍筋の他に、黄門筋でできたそっと肛門活躍筋がある。前者は、反射的に、後者は意志に従って、肛門を開閉する。直腸と肛門は解剖学的には、 上皮で区別されるが、下科学的には、肛門活躍筋より上部が直腸、下部が肛門管と解剖学的な区別より上位となっている。直腸は上部から RS、RA、RB の3つに分けられる。RS は腸管膜を有するため、厳密には S 状結腸の一部であるが、日本では一般的に直腸の一部として扱い、 RS に発生したがんを直腸がんと呼称する。これに対し、欧米では RS に発生した癌は S 状結腸癌と呼称する。RS と RA は第2線追加炎で、RA と RB は腹膜本天部で区別される。これは、アルファベット順の A、B ではなく、腹膜反天部より上か下か、すなわち、アバブとビローの頭文字である。特に、 RA と RB の区分は重要であり、どちらに病相があるかで、手術様式が変わってくる。中腸造影や内視鏡検査の際には、第二ヒューストン弁が、腹膜反転部の部位と、ほぼ一致するため、病変の位置を知る、大きな目安となる。フィジオロジーアット MCG6、6CH2、S6CH230。ありがとうございます。